はい、どうもあやかんぼチャンネルへようこそ。今回はおすすめいただいた中から、ストーンズの公式チャンネルよりストーンズ京本大我 vs メンバースポーツ5番勝負、俺は運動音痴じゃないぜってやつですね。まあ運動がそもそも得意そうな人がストーンズ多いじゃない。まあジャニーズ全般的に言えるのかもしれないんだけど、まだ若いし彼ら身体能力もある方が多い感じなので、なんか京本さんがすごいまるでね、あの運動ができないように見えるのかもしれないんだけど、そうじゃないんじゃないかって私は思っていてみんながすごすぎてみたいな、かばってるわけじゃないんですけど、別に普通なんじゃないかみたいな思ってるんですが、まあわかんない、これを見たら私の考えも変わってしまうのかもしれませんが、まあ見ていこうと思います。ゆうパックちょっと今ね、U パックを待ってるんですよね。だからちょっと途中で止まったらごめんなさい。ということで、見ていきます。いきますよ。最初からね、ゼロからスタートで、スタートのトーで、スタートボタンを、まあ、押していきたいと思います。いきます。せーの、スタート。肘は何？あ、5人しかいないじゃん。あー、これ最近のストーンズなんだよね。嬉しいな。どんどん慎太郎さん走り屋太郎どんどんあれだね、男らしくなっていくね入ってくるタイミングとかすごいね。なんかおもろいわキレが甘いなんで踊ってる時あんなキレあんのに、こうオフになるとこういう感じなんだろう。お、自分で獣助、もうよく見た体格いいしね、京本さんも。みんながね、大きいんだよね。京本さん面白いね。なんか喋りが一人っ子なんだよね。一人っ子な方な雰囲気を持ってる。独特なのよね、間とかが。でも一人っ子の方はいいと思うんだ。自分の世界作って生きることがね、当たり前のようにやってきたと思うから、こういう表現者としては得だと思うんだけどな。あー、何個かやって一つぐらいは勝てるんじゃないかってこと？確かに確かに。一個ぐらい得意なものがあったりするもんね。みんなが得意な種目に乗っかんの。自分が得意な種目にしたらいいのに。はいはい。本当に処罰。種目そんなんそんなんえ、相手の方が得なことばっかりやって大丈夫なの？いや、かけっこはちょっと早そうだもんな。あ、松村さんも、うん、空手かっこいいね。うんうん。いや。いや、空手で瓦割りやらへんわな、さすがに。フィールダシティ応募したよ。応募してないな。応募ってか。ページまで行ったよ、一般。無理ですね、普通に。繋がんなかった、まず。繋がった頃には全部罰になってましたね。うわぁ、田中さん。筋肉質ですね。脂肪がない。
っていうかね、普通に考えてさ、京本さんの格好さ、まあ、何？私がさ、超ダサいと思うんだけど。え？入る？入った！かっこいい。え、これ一発目かな？え、すごい。編集なしかな？京本さんが着ると、この格好すらかっこいいから、やっぱすごいなと思って。てか、京本さん白いな。でも体は綺麗よ。確かになんでかおもろい。あれ入ったみたいな。あれ入っちゃったみたいな。次、田中さん、いけ。うまっ！今のはちょっと本気というか、狙いに行って。でもいい勝負なんじゃないの今のとこは。おお、でも別になんか、下手じゃないね、全然。全然、なんか狙いを定めてますもんね。あおー。あ、距離、あ、そうなの。これはでも遠いね、確かに。きつ。いや、でもなんか、うまくない普通に。負けた？もうダメなの？お、次は、コーチさん、サッカーですね。3本ずつシュート。ゴール数で、似合うね、確かに。あ、PK ね。楽しそう。怖いね。見えない。うん、見えない。田中さん、爆笑じゃん。いや、京本さんめちゃ、こんなごつかったっけ？体。筋トレした？おお、いや、でも怖い。結構、顔の方来たから。そう、思った思った。別にそんなもんじゃ、足が遅いだけなんじゃない？もしかして。なんか、ボール上手くないですか？頑張れ。おお、うまっ。なんかこう、どこにやるかっていうのが、わかんないね、やっぱコーチさんの。あー、なんかやっぱ、不意な動きが、仲高いした。不意な動きがおもろい。今日もさ、真ん中行っちゃうね、どうしても。おもろい。コーチさん。コーチさんめっちゃうまいな。あ！狙いすぎたね。いや、あんなに今日もさ、腕筋あったのかな、元から。なんか、華奢だったイメージなんだけど。すごいじゃん。いい勝負でした。ストラックアウト3球ずつ一緒ですね、ルールは。ジェシーでっか、体格いいな。かっこいい。うん。形から入るね。え？嘘やん。え、私の方がうまいかもしれない。え、ほんまに？シンプルに下手って引いてるじゃん。
に的当てたいね。でも私勝てるな多分。何回かやったことあるんですけど、ただこんな小さい的はちょっとね難しそう。好きっていうね。やばいね。やばいね。コンジさんめっちゃ引いてるじゃん。いや松浦さんさ反応優しくない？引かないもん。あかおもろい。嘘でしょ。あこれはやばいね。やっぱ得意不得意って人間あって得意な方を選ぶ人生ってすごく大事なんですよ。危ない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 よ。わあ面白かった。次は慎太郎さん。これはなんかもうちょっと見えちゃうけど結果が大丈夫なんでしょうか。すごい本気じゃんズボン。フライングしないようにあなっちゃったんだね今フライング。あ出だし遅れたらもう無理だからってことだよね。前見て走らない。めっちゃおる。コーチさんめっちゃ笑ってるじゃん。おる。うん。あんま変わんなかったんじゃない？そんな変わん、あ、まあ見てたから。優しいね。あ、これ一番面白そう。河原割り対決。15枚中何枚割れたか大きそう。結構ハードそう。めっちゃ似合うじゃん！道着っていうの？細いけどウエスト。なんか松村さんパリとかに住んでそうだな。おしゃれ。こんな日本人っぽい格好してもなんかパリとかにいそう。ないよね。危ないよ。そうか未経験、一応未経験だもんね。タイミングとか角度とか。いや、怖いね、これ、普通に。怪我しちゃダメだし。え、練習なしなのかな？かっこええ。北斗さん。え、怖い怖い。怖いね。え、どうやん。じゃん。ええちょっと、ちょっと行き過ぎて笑けちゃうんだけど。え、すごい !15 枚中12枚でしょ。なんかわからんけど、あんまり想像つかへんな。肩。肩とちょっとなんかイメージが違った。両方作っとくの？エンディング。かっこいいよ。かっこいいよ。かっこいいけど怖い。
田中さんゲラだよね。私もなんだけど。すぐ笑っちゃうの、こういう時。かっこええ。あー、中途半端でか、みんな。いや、こんだけやったら十分だけど。やばいんだけど。うん、なんとも言えないキューブ。あ、頑張ろう。どういうこと？あ、割り切りたいってことかな。気持ちいい。ちょ、松村さん、やばい。めっちゃおもろいやん。なんか最高だね。なんか分かってるね、テレビ用っていうか。すごいわ。個人的にめっちゃ全部面白かったし、なんかみんな優しいなって本気で全然誰も戦ってないっていうね、面白かったらそれでいいじゃんみたいなのが伝わってきて、それがいいなと思ったけど、最後の二人のオスがめっちゃ面白くて、もうやばい。なんかめっちゃかっこいいんだろうなと思って、松村さんのオスを待ってたんだけど、ちょっと面白くて、なんか知らないけど、あーか、めっちゃ面白かったです。でも、そんなにこう、なんかみんなが言うほどっていうんですか？運動音痴ではないよね。ね。だけど、まあ、たまに不意に動く動き方がちょっと、運動音痴の人っぽい動きをするから、言われるのかなっていう。結果がなんかどうって感じでもないなって感じましたけど、まあ、他のね、運動してるやつ見たらまた私も価値観変わっちゃうのかもしれないですけど。面白かった、めっちゃ。なんか最近家にいることがめちゃくちゃ増えて、なんだろう、エネルギーを消費してないわけですよ。もちろんこうやって喋ったり動画撮ったりしてるから疲れるんですけど、やっぱりエネルギーが若干余っててこれ見ると発散できる、そのもやっとしたエネルギーってあるじゃん、発散したエネルギーが溜まっていくから家にいると、もうこれでスッキリするよね。めっちゃ笑うってめっちゃ大事なので、皆さん見てください。何回も見た方また見てください。はい、ということで今回はストーンズ京本大我 VS メンバースポーツ5番勝負、俺は運動音痴じゃないぜを見させていただきました。最後までお付き合いいただいた方、ぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。